北海道浦河郡の一浦河郡は、北海道日高振興局の郡。人口1万1790人、面積 694.26km 平方メートル、人口密度17人、平平方メートル。以下の一町を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、郡域は上記一町のまま変更されていない。室町時代以降、 主に東北地方の商人が交易を行っていたと考えられている。江戸時代に入ると、正木藩の商い鉢行政及び場所受けを異性による浦河場所が小木伏地区に開かれている。浦河の名はこの時、今の元浦川にちなんで名付けられた。陸上交通は、都道国の函館から同東や千島国方面に至る道が通じていた。 1669年、正木藩の将、佐藤権左衛門が、現在の浦河神社社務所付近に彰子を混流、琴平宮の御分礼を放裁。1700年、正木藩が、幕府に定常した原読を国得ずには、浦河と記載されている。江戸時代後期、浦河軍域は、東江戸地に属していた。 国防のため1799年浦川軍域は天領とされ浦川場所も今の浦川市街に移される。共和元年8月15日浦川場所を家を委任、佐野河右門が稲荷大明神を祀る少子を混流。文化4年南部繁華神一都政院が、五福島神社の御分霊を祀る少子を混流。文政4年に浦川軍域は一旦、正木藩繁領に服した。 1842年には、巨馬支配人大宮修介が、三つの祠を行使し、浦川神社の前身の稲荷神社となる。安政二年浦川軍域は再び天領となり、仙台藩が警護を行った。1858年幕府牧場がかり、神家鉄作により、元浦川東岸に馬巻が開設される。母親戦争終結直後の1869年、 大法律領の国軍里政を踏襲して、浦河軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の浦河軍の町村。ありがとうございます。